スカイライナーは、京成電鉄の京成上野駅、成田空港駅間を成田空港線経由で運行する座席指定有料特急列車の列車相性、かつ登録商標で、同社内における最速達ちの列車種別、料金不要の快速特急、特急とは別の列車である。本港では、本線経由で運行し、同じ車両を使用する座席定員有料列車のモーニングライナー、 イブニングライナー及びシティライナーについて、また、京成電鉄における歴代の有料列車の遠隔についても記述する。初代スカイライナー AE 型登場当初はクリーム地に茶色の車体塗装だった。東京特部から新東京国際空港への空港アクセス列車として、1978年の新東京国際空港開港と同時に運行を開始した。 開港当初は新東京国際空港への唯一の空港連絡鉄道手段だった。スカイライナーの名称は空港連絡列車の愛称として日本全国の小学生からの公募により決定された。東日本旅客鉄道の特急、成田エクスプレスと競合関係にある。開港当時は成田新幹線計画があったため、京成電鉄の成田空港駅は 空港ターミナルから約1トル離れた場所に設置された。これにより、同駅から空港ターミナルビルへ行くには、路線バスへの乗り継ぎが必要とされたことから、スカイライナーは、リムジンバスなど他の交通機関との競争で苦戦を強いられた。その後、成田新幹線計画の消滅などにより、1991年3月に JR 東日本とともに、 空港ターミナルビル直下となる現在の成田空港駅への乗り入れを果たしている。1979年9月から成田ん新商事産計客の利便性向上を目的に京成成田駅にも昼間時間帯のスカイライナーが停車するようになり2003年7月よりほぼ全てのスカイライナーが停車するようになった。また2006年12月から 京成船橋駅にもほぼすべてのスカイライナーが停車するようになり、JR 東日本の成田エクスプレスが通過する千葉県中央部と成田国際空港との連絡列車としての側面を持つようになった。2010年7月には、より短絡的に東京と成田空港を結ぶ京成成田空港線が開業し、 従来の京成本線を経由するルートから、同線経由へ運行ルートを変更した。さらに、最高時速 160km 運転が可能な2代目 A、e、型電車を搭乗させたことで、それまで、日暮里駅空港、第二ビル駅間で51分かかっていた、所要時間が36分へと、大幅に短縮されている。従来、スカイライナーが運行されていた、京成本線には、 シティライナーを新設し、京成成田駅や京成船橋駅などかつてのスカイライナー停車駅の需要は同列車が担うこととなったが、シティライナーは定期運行を終了し、現在は成田山新商事の初詣需要のための臨時列車が年末年始に運行されるのみとなっている。また、新 AE 型を用いて朝と夕方の通勤ラッシュ時間帯には有料着席保証列車の モーニングライナーとイブニングライナーが京成本線経由で運行されている。2015年3月14日に北越急行の特急、白鷹が廃止されて以降、スカイライナーは新幹線以外の日本の鉄道としては単独トップの時速160キロメートル運転を行う列車でもある。新 AE 型で運行されるものの京成本線経由のモーニングライナー、 イブニングライナー、シティライナーの最高速度はいずれも時速160キロメートルではなく時速110キロメートルである。2020年新型コロナウイルス感染症流行の影響で5月1日より日中時間帯の半数を運休する一方、4月11日からスカイライナーの一部が青戸駅に臨時停車を開始した。青砥駅では 浅草線発着列車と相互に接続する。成田空港業は乗車のみ取り扱う。ドアが開く号車も最後部車両に限定され、座席未指定で空席に着席する形をとる。当初は成田空港業早朝便と形成上の行進夜便各6本のみだったが、6月1日以降は日中の一部も対象に加わり、 追加分と合わせて、計14往復が青とに停車する。スカイライナーは、おおむね20から40分に1本の割合で運転されており、さらに通勤時間帯には、モーニングライナー、イブニングライナーが運行される。シティライナーは、年末年始の成田山新勝寺への初詣需要に対応した臨時列車として運行されており、定期運行は行われていない。 2020年10月1日以降、運行中スカイライナー2代目、スカイライナー a e 1 0 0系スカイライナーは、京成上野成田空港間で運行される、最速達列車及び空港アクセス列車。初代の AE 型落成と同時に、空港連絡特急の愛称として、1972年9月からの1日間、毎日小学生新聞の協力により、 日本全国の小学生から公募して決定したものである。1978年5月21日に本線で運行開始。成田空港線が開業した2010年7月17日から現在のルートによる運行が開始され、成田空港線インバ日本医大空港第2ビル間は日本国内の在来線最速となる。 最高速度時速 160km で運転される。所要時間は日暮里空港第2ビル間を最速36分、京成上野成田空港間を最速41分で結ぶ。利用するために必要なライナー券は1250円と運行区間の運賃とほぼ同額である。理由としては高速性などが挙げられる。運行時間帯は終日であるものの、 夜間の成田空港方面は通勤需要などに応えるために本線経由のイブニングライナーとなることから運行されない時間帯が存在する。モーニングライナー、イブニングライナー、モーニングライナー、イブニングライナーは主に京成上の京成成田間で通勤時間帯に運行される停車型列車。スカイライナーとは異なり、京成上の成田空港間を京成本線経由で運行する。 ホームライナー的な役割を持つ。モーニングライナーは1984年12月1日に、イブニングライナーは1985年10月19日に運行を開始した。主に通勤需要に対応する列車で、モーニングライナーは朝に京成上の方面上り列車4本、イブニングライナーは夕方以降に成田方面下り列車7本が設定されている。 各列車とも運行される時間帯にスカイライナーの運転を行わない時間帯が存在するため空港輸送の観点から一部列車が成田空港駅に乗り入れる。当初は全列車が車両指定制の自由席となっていて乗車駅ごとに指定された車両内の空席を利用する方式をとっていた。2015年12月5日より京成船橋駅に全列車が停車となり、 モーニングライナー、イブニングライナーともに、全車指定席に変更された。号数は1991年に、スカイライナーとともに付与され、当時は50番台始まり、後に60番台始まりとなった後、2017年10月28日より70番台始まりになり、スカイライナーが大幅増便された2019年10月26日からは200番台始まりとなった。 臨時ライナー、臨時ライナーは、北総線内から、都内方面への利便性向上を目的として、インバニ本位大始発形成上のき一本のみ、運行する。2020年10月1日運行開始。平日のみ運行。全席自由席都市、ライナー券は乗車後、車内で現金でのみ発売。定期列車としては廃止された愛称シティライナー、シティライナーは、大晦日から、 元旦の終夜運転や正月3日日、1月度休日の成田山新勝寺の初詣客輸送などのために臨時運転される列車で、京成上野京成成田間を京成本線経由で運行される。運行当初は成田スカイアクセス線開業に伴い、スカイライナーが経由しなくなる京成本線の速達列車として京成上野京成成田、 成田空港間に1日7往復設定されていた。車両は臨時列車を除いて AE100 型が使用された。基本的に日中の運行であったが、下り1本のみが朝の通勤時間帯に運行されていた。所要時間は、スカイライナー時代は1時間だったのが75分程度に伸びてしまい、快速特急と同程度かやや遅い時間であったが、青戸駅にも停車するために、 浅草線方面からの乗り継ぎも可能であり、羽田空港とのアクセスに利用されることもあった。なお、料金形態は従来の料金を踏襲している。2011年に発生した東北地方太平洋沖地震による計画停電や電力制限によって運休状態に陥り、その後2011年9月10日に,に往復が京成なり大気発着で運行再開されたものの、 2012年10月21日のダイヤ改正で一往復のみの設定となり、慣れた空港駅への乗り入れが正式に廃止された。さらに料金不要の回列車とも時間差が縮まり利用離れが進み、2014年11月8日には平日の運行がなくなった。その後も歯止めがかからなかったことから、2015年12月5日のダイヤ改正によって、 定期列車としては廃止された。2017年1月度休日のシティライナーは、京成成田駅発着で2代目 AE 型で運転されたが、成田山海運号の愛称名が付き、正面には、歌舞伎の市川家に由来する熊取りをモチーフとしたラッピングによるヘッドマークが掲出された。2018年以降も大晦日から元日と1月度、休日に継続して運転され、 2020年大晦日から2021年1月にかけては新型コロナウイルス感染拡大の影響で大晦日と元日深夜の運転が休止となったが、途休日運転は行われた。二代目 AE 型によるシティライナーなお、シティライナーは2010年7月16日までスカイライナーとして使用されていた AE100 型が使用されていたが、2010年から2011年、 以降の終夜運転における臨時列車では2代目 AE 型による運行が行われている。なお、1990年から3年間の置き換え化時では初代 AE 型と AE100 型が共通に運用されていた。スカイライナー兼ライナー兼などの予約、購入の詳細は公式サイトを確認のこと。スカイライナーなどのライナー系列車は全車座席指定席制を採用している。 モーニングライナー、イブニングライナーは当初は車両指定のみで指定された車両内の空いている席を利用するようになっていた。利用の際は乗車券のほかライナー券が必要となる。なお、いずれの列車もライナー券を購入すれば定期券でも利用可能である。また、いずれの列車も所定時刻より1時間以上遅延した場合はライナー料金は全額払い戻しとなる。 いずれも、小児半額だが、障害者割引は適用されない。なお、各ライナーとも、乗車券と特別急行券の2段構成であり、乗車券部分には定期を含む乗車券の組み合わせや、全国総合対応 IC カード等の適用が、可能である。また、駅窓口で予約、支払いを同時に行う場合には、スイカに限りライナー券の購入に充てることが可能。料金は、 スカイライナーが1250円。2020年4月11日から利用可能となる青戸空港第二ビル成田空港は座席未指定券で1000円。シティライナーは京成上野日暮里青戸京成成田で970円。京成船橋上校と京成上野日暮里青戸は520円となっている。当日発売の他乗車日の1ヶ月前から 前売り発売も行っている。ライナー券の発売箇所は各停車駅で販売されている。また、系列会社の京成トラベルサービスなどのほか主な旅行代理店などでも購入が可能で、2001年からは、i イモードやイスウェブヤフー携帯、京成電鉄の公式サイトなどでも予約が可能となっている。さらに2010年からは、チケットレスサービスも開始している。このほか 11枚綴り12,500円のライナー回数券も発売されている。ライナー回数券以外は、ライナー券単独で購入することはできず、事前に有効な乗車券を持っていない限り、乗車券とセット販売である。上下列車ともスカイライナーで、京成上野日暮里、空港、第2ビル成田空港及び式ライナーで、京成上野日暮里のみの利用はできない。また、 スカイライナーの形成上のアとトのみの利用もできない。両列車とも車掌が所持する端末でライナー券の発売状況を確認することができ、あらかじめ指定された座席に着席している乗客に対しては車内改札が省略されている。2015年12月4日までは車両指定の定員制で各駅ごとに着席できる号車が割り振られていた。座席は指定されないが、 定員分以上の発売を行わないので着席は保証される。同年12月5日からは全車指定席となったが料金は全区間一律420円のままである。基本的には当日の発車時刻数十分前から直近の列車のライナー券のみを発売する。ライナー券売機には残席数が大きく LED 表示され売れ切れた場合はその列車には乗車できない。 イブニングライナーの一部の座席に限っては、前売り発売を行っており、京成上野案内所、日暮里、空港、第二ビル、成田空港の各駅と、JTB トラベ、ランドと近畿日本ツーリスト及び日本旅行にて、購入できる。両列車とも、チケットレスサービスの利用は可能であるが、ネット予約やチケット予約サービス等は利用できない。この他、モーニングライナーについては、 枚数限定で、ライナー定期券、モーニングパスも設定されている。なお、モーニングライナーならば、どの列車でも良いというわけではなく、乗車駅、利用列車、号車は指定されており、指定された、モーニングライナーより先行の列車に乗るには、ライナー券の購入が必要であり、乗り遅れた場合の救済措置はない。またモーニングパスに乗車券としての効力はなく、 あくまでライナー券の定期券式販売である。モーニングライナーの場合、成田空港、空港、第2ビル、京成成田、京成桜、八千代台、京成船橋が乗車可能駅、青戸、日暮里、京成上野が、校舎専用駅である。イブニングライナーは、京成上野、京成成田が、乗車可能駅、空港、第2ビル、成田空港が、 高舎専用駅となっている。ただし、八仙台,台駅、京成桜駅、京成成田駅から、下りイブニングライナーを利用する場合、座席の指定はできない。モーニングライナー券を購入した上で、成田空港や千代台間の各駅相互間、イブニングライナー券を購入した上で、京成上野青戸間の各駅相互間を利用する、ことも可能であるが、下りイブニングライナーの空港を、 第2ビル成田空港間及び、上りモーニングライナーの青と形成上の間のみの利用はできない。両列車とも車内改札は行わず、駅ごとに指定された列車乗車口にて、係員が乗車時に改札を行う。2010年11月15日より、形成の特急券類としては、日本国外で初となるスカイライナークーポンの発売を開始した。発売するのは、 日本国外の提携旅行会社で発売額は2250円。京成上野駅、日暮里駅、空港、第2ビル駅、成田空港駅のいずれかで片道分の乗車券、スカイライナー券と引き換えて使用する。また、京成公式サイトより E チックケットを購入することも可能である。上り限定で成田空港、空港、 第2ビルからの割引チケットであり、発売額は2250円。成田空港駅、空港、第2ビル駅のいずれかのライナー券発売カウンターで、片道分の乗車券、スカイライナー券と引き換える必要がある。発売箇所は次の通り。なお、発売当日のみ、有効のため、最終のスカイライナーに間に合わない場合は、発売されない。また、 法日外国人観光客を対象として、下りのスカイライナーバリューチケットを、浅草駅と池袋駅の観光案内所、一部の都内ホテルで発売している。毎年12月31日及び1月1日には、初詣臨時列車として、深夜時間帯に、京成上野駅京成成田駅間にて、臨時、シティライナーが運転されている。シティライナーでは、定期列車時代は、 AE100 型が使用されているが、この深夜の臨時、シティライナーでは新 AE 型で運転されている。成田山新章寺と縁は深い歌舞伎の市川家が成田山で襲名披露を実施する場合は、京成上野駅京成成田駅間をスカイライナーに乗車して移動することが通例となっており、その際は、團十郎号、海老蔵号、成田屋号として運転され記念ヘッドマークの 形出などが行われているが、スカイライナー運転開始前は、一般車両で運転していたこともあった。その他、過去には、スカイライナー1億人記念や京成電鉄100周年、記念でのヘッドマーク形出、エティハード航空のラッピング広告などが行われたことがある。また、2005年3月9日に、パク4波ファンクラブの企画として、団体列車、4波ライナーが、 二千六年五月二十七日に、成田空港第一ターミナルビルのグランドオープン記念として、丸ごと体験教室参加者輸送の団体列車、空探号が運行された。この節では、前段として、成田山新商寺への参拝観光列車である、海運号、及びかつて新京成線、京成本線と千葉線にまたがって運行された、優等列車である、急行、特急、 九十九里号などについても記載する。海運号戦前期戦後復興期、スカイライナー1億人乗車記念ステッカーを重付した AE100K 形成スマートアクセスの隔離車用2010年7月17日の新アクセスルート開業以降の早い時期に羽田空港成田空港間を65分で結ぶ構想があった。この所要時分は、スカイライナーの都営浅草線、 京急線のリ入レを想定したものとなっていた。2008年9月7日には、浅草線とは別にバイパス目的で、都営地下鉄新線を建設し、両空交換をさらに10分短縮する計画も浮上した。ただし、新 AE 型には、先頭部に非常用貫通扉を装備していないため、都営浅草線のリ入レは不可能である。一方、AE100 型は、 先頭部に非常用貫通扉を装備するが、成田スカイアクセス線内での時速160キロメートル運転に対応していない。また、AE100 型は京急空港線羽田開業時に試運転のため入船する予定になっていたが、当時の京急蒲田工事屋間の急カーブを通過できないことが直前になって判明したため、中止されている。最終的には、 特急料金不要の通勤型車両を用いたアクセス特急を新設し、従来から都営浅草線、京急線内で運行されているエアポート開得をスカイアクセス線経由とすることが決定した。成田空港駅から京急空港線、羽田空港第一、第二ターミナル駅までの所要時間は、北港1時間35分、南行1時間33分である。その他、 現行8両編成である2代目 AE 型を10両編成とする構想もある。下記の CM やポスターでは、池袋駅や新宿駅など、成田エクスプレスが発着する駅からの到達時間も表示されている。1990年代前半から、京成電鉄では、スカイライナーのテレビ CM を放送している。過去に、千秋直美、ガオ、宮子春美、ディーン、 大抜き太鼓らが CM ソングを担当した。かつてはスカイライナーの名称やイメージアップ工場を図った映像を使用していたことが多かった。近年では日本国外に活動の場を求める人々を描くドラマ仕立てのものや木下渡氏を起用したものが放送された。また、早いのはこっち。安いのもこっち。 というフレーズで、成田エクスプレスとの対決姿勢を明確にしている CM もある。ただし、基本コンセプトは芸能人、イメージキャラクター等が登場しないスカイライナーが殺走と走行するイメージアップ CM である。さらに、2010年6月から8月と2011年11月にかけて成田スカイアクセス線の開業と合わせて新型スカイライナーを PR する CM を 放送している。2019年10月26日の増便に合わせて中島武人が出演するテレビ CM 等が新たに放送されている。広報資料、プレスリリースなど一時資料シティライナーに関するカテゴリー。ありがとうございます。